j 式東京は、東京都千代田区の再開発地区。神保町三井ビルディング、東京パークタワー、神保町101ビル3棟で構成されている。江戸時代は、越後高田藩坂木原家の武家屋敷があったエリア。再開発前は、細かい道路に分断された、外区上に古くからの建物が密集しており、防災性の向上と土地の高度利用を目的として、 再開発事業が計画された。千代田区は1990年に再開発基本計画を作成し、神保町一丁目南部地区第一種市が1、再開発事業として1994年2月に都市計画決定、2000年に権利変換を終えて工事が開始された。神田神保町一丁目43番地から71番地の奇数番地と33番地の 1> 計1 6外区2.5ヘクタールを区画整理により3外区に統合し、商業施設棟と居住棟を有する総延べ床面積14万2000平方メートルの複合施設が建設された。総事業費はおよそ645億円で、そのうち約8%は千代田区の補助金を利用している。J 式東京と命名され、西街区の現百三番地には東京パークタワーが、 東外区の、現105番地には、神保町三井ビルディングが、北外区の、現101番地には、神保町101ビルが建設された。神保町三井ビルディング数字は、都市計画マスタープラン地域別町づくりプラン、千代田区神保町一丁目南部地区第一種市街地、再開発事業記念市やシティ東京、神保町一丁目南部地区市街地再開発組合。ありがとうございます。